俺ね、あの鈴木拓でエゴサ、こいつもう名前は言わねえけど、なんか知らんけど前をドランクドラゴン鈴木拓のスイカゲームの実況意味なく見ている、程よく下手くそ、まあそれはいいのよ。そして長すぎる、まあそれもいいよ。話も普通に雑談、そして面白くもない。じゃあ何なんだ、こいつマジで。鈴木拓で調べてみて、こいつめっちゃムカつくから。いや、じゃあいいよ、見なきゃいいじゃんと思って。そして長すぎる、長すぎるわ、お前が切りゃよくね。そして面白くもない、なんじゃこいつ。みんなバカバカバカ、本当にバカバカ、本当にバカバカ言っちゃうというね、ごめんなさいね、言いませんからねと。いやー、ムカつくわーと思って。じゃあみんなと思って、